皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほぼです。はい、ということで今回はですね、今回はハニーズのね300円均一で買ってきたものを紹介していきたいと思います。イエーイ。まああのね、世間はブラックフライデー、はい、というあのねセールをやっておりまして、はい、まあ、それにまたね便乗する形でお店に入りました。はい、そうですね。はい、はい、ということで今回はハニーズですね。はい、たまにね覗くぐらいだったんだけど、今回ねちょっとあのセールという普段にまた引かれて覗いてきました。はい、はい、今日はリミちゃんもねあの行ったので、リミちゃんの様子もまとめて紹介します。はい、まあね、あの今回は主にまあ学校用なのでつまんないかもしれないんですけど、さっと紹介しましょう。はい、はい、まずねこちらです。こちらはこんな感じのね、あの首元にレースがついてる、はい、トレーナーですね。これ私の好きそう、かわいい、しほちゃんっぽいですね。しほっぽいですか。なんか我が家っていうか、あのしほりみはねめっちゃシンプルなのであの派手好きな方にはめっちゃ物足りない内容かもしれないですね。実はかわいいですよね。めっちゃシンプルです、ほんと。2人ともシンプル大好きなんでね。そうなんですね。はい、はい、次いきます。次にね、こちらつまらない、つまらない。また、もう今回真っ黒、今回真っ黒です。え、それ何もない、何もないですね。ほんと真っ黒です、無地です、無地、はい、これもこれはリミちゃんのですね。首がちょっと縮まってて、あったかそうな感じ。そうですね、うん、こんな感じで、そうそうそう、首がね、うん、ハニポカって書いてあるほんとだ、はい、もこもこです。すごいよね、こういうのね。すごい、本当にね。やばい。私さ、真っ白でさ、リミ真っ黒でさ、本当、やばい、ね、やばいよ。超つまんない。ごめんなさい、皆さん、つまんないかも。続いてはリミちゃんなんですが。こちらですね。これ安かったよね。はい。また無地です。はい。こちらはね、はい。またね、ハニポカ。これ、いくらだったっけ。こちらはですね、2680円が値引きで1280円になってます。はい、こちら安かったです。で、中がねすごい、ちょっとチャックを下ろして、そう、中がねこうやってねだいぶもうポカポカに、ですね、ポモコで、はい、これをねちょっと上着代わりに着て学校にね行くそうですね、みちゃんが。そうなんです。フードがついてるとランドセル邪魔なんで、ちょうどフードがないやつをね選びます。ほんと無地だね、ずっと無地。続いてはこちらです。やっとちょっとだけ模様がついてる。でもこれしかないですよほらつまらない、ほんと我が家のなんか商品。こちらもリミちゃんですね。はい、こちらもまたハニポカで、あ、全部ハニポカだ、はい、好きだよね、リミ、ほんとこういうの大好きです。もうワンポイントか無地ですね、はい、そうですね。こうザクッと切れるのが好きなんだよね、リミはね。ダボってしてるの好きだよね。そうそうそう。続いてはリミちゃんです。こちらですね。これもハニポカじゃない。ハニポカです。全部ハニポカなんだけどこちらはまた無地ですよ、皆さん。無地無地、もう真っ白白です。それ最初にこれがいいって言ってはい、はい、もうやばいっすね、やばい、全部無地じゃん、ほぼほぼほぼですね。画面の向こうの視聴者さんがてん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 ってなってる顔が浮かびますね浮かびますね。最後、うん、まだあるよ。唯一ね柄物出ました。これ私のスカート、スカートです。私今年ねプリーツ流行ってるらしいですね、テレビでこの前見たけど。そうなんだ、うん。でこれがめっちゃ安かったんだよね。そうなの、これがもう目玉と言ってもいいぐらい。これ2980円だったのが980円になってました。2000円引きはすごいことですよ。ですよね、2000円引きで買えるっていうのは、はい、すごいと
はい、今の時期にはこの色がいいね、うん、ロングスカート可愛い。そうね、ロングスカートね、冬は暖かいしいいよね。はい、で続いてはこれはムシホちゃんですね。これもそうですね。でも真っ黒ね、これね、すごい生地がね、すごいふわふわ、なんかつるんってなってて、うん、うん、リミルに比べたらまだマシですよ、これは。しほちゃんはちょっとやっぱ丈が少し短めで、コンパクトサイズが好きだよね、はい、そうなの、こんぐらいがちょうどいいかな、うん、このスカート、こっちでも最初に紹介したこの服、うんうん、洋服でも合いますし、合うね、こっちでも合うんですよ、合う、両方に合いますね、本当にね、いい感じで、いい感じに選びました。はいはい、ということで、以上ですか、以上です。いやー、柄物少ないですね。うわー、1個スカート以外全部もうほぼ無地つまらない、ほんとごめんなさい、皆さん。ママも今日無地じゃん。ママも無地だけど、ママでもほら可愛くない、このなんかバルーンになってる袖可愛いでしょ。で、ベストついててチェックのスカートなんですよ。え、それさ、ベストとなんかくっついてんじゃなかったっけ。そうなの、だから良くない、可愛いよねいや、今着てる服の話じゃなくて買ったものの話でしょまあね、しょうがない、好みだからね。まあほぼ学校用なんで、はいはい、にみちゃんも最近ね、もうちょっとピタッとする服はもう着たくないって言ってね、結構ねサイズアウトしちゃったんですよ、ほぼ、うん、ね、急にやっぱ大きくなってね、にみちゃんもこの年でね、それでね、本当にダボダボしてる服が、そう、大好きだから、毎日着てるんですよ。で、ね、もうなんかそういうの避け、ピチッとしたのを避け始めると同じ服しか着ないんですよ、リミちゃん。だからもうちょっとね、また買い足しました。これからまた本格的な寒さが来るのでね。はい、そうですね、うん、これだけあればもう大丈夫でしょう、学校も。はいはい、でーん、じゃーん、今日ね、この300円均一が黒い袋って今知りました。茶色じゃないんですよ。え、茶色い袋じゃないの。茶色か、これ。茶色でしょ、どう見ても茶色でしょ黒くないよね、大丈夫ね、ね、大丈夫。やばい、私ガンガン行かなきゃ。やばいよ、どう見ても茶色だよね、黒じゃなくない。すいません、茶色でしたじゃあね、いきます。まずもう見えちゃってるので、うん、開きますね。一つ目がこちらの収納ボックスですね。はい、ちょっと開けてみましょう。あのね、実はね、三日月桃子さんに行きたかったんですよ。そうなんですね。で、はい、調べて行ったんですけど、結局そこにもなくて、で代わりに300円均一のお店があったので行ってきました。はい、でこのなんか三日月桃子さんで前、この上にこう透明なカバーができるジャックのね、こういう今翔ちゃんが持ってる入れ物、これを買ったらね、カバーが便利だっていうので買い足そうかと思ったんですけど、はい、三日月桃子さんがなくて、はい、でも代わりにね、300均に行ったら似たようなのがあったんで、ちょっと大きいんですけどね。ですね、はい、でも上がこう、ね、何、見えて、中身が見えてちゃんと蓋ができて、チャックでちゃんと入るっていう、そう、このタイプがすごい使いやすいということで買います。1個とりあえず買ってみました。はい、もしよかったらね、また買い足したいと思います。はい、置いとこうかな。置いたら次のやつ見えないんじゃない。そっか続いてはこちらです、はい、これはね、あ、ごめん、つながっちゃった。それではね、こちらの傘でございます。はい、この傘はリミちゃんですよね、どう見ても。はい、リミちゃんのこの前、校外学習の動画上がったと思うんですけど、その時にリミちゃんが学校でね、傘をなくしてしまったということで。そうなの。そうで、黒い傘をね、家にある黒い傘を持っていくって言ったんですけど、さすがにちょっとなんか真っ黒だし、なんかね、ちょっとかわいそうだなと思って、似たような傘をね、はい、買ったので、これを購入しました。はい、こちらりみちゃんの好きな水色で、これ結構お値段いきましたね。そうなんです、これ300円ではなく、こちらは1000円で、1000円です。でもまあね、まあね、そう、持つところがこうかわいいなってるのが気に入ったみたいで。なるほど、こちら、そうです、これをちょっと今回はね、なくさないようにちゃんと保管してもらいたいと思います。はい、私よりいい傘使ってるかもしれない。続
続いてはこちらです。こちらはねベルトでこうなってて、うん、ここにねここにね、うん、金具みたいなのがこうなってて、ここにねこう入れるとこうなる。かわいい。でなんか長さ調整もできるんだよね。その後ろのこの後ろのここで長さ調整ができるので、うんうん、もっとね細いと思うのでえこれママでもいけない？あなんかでかいママでもいけそう。その大きさなら、ねうん、結構大きさ変化できるの、うん、どうやって縮めるんですか？ここをね、はい、こう引っ張ると。そう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 、あれこうだった。そう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 、おお。ね、ね、これぐらいまでちっちゃくなります。はい。はい、ということで、戻しますね。はい。戻しますね。しおちゃん、そんな細くないってこと？そういう意味じゃなくて。長さの3つは小物なんで。はい。あ、そうだそうだ。思い出しました。ママが買ったやつだ。2つと、私が買ったやつ1つですね。私が買ったものがこちらになります。こちら一瞬え何あるじゃないですか、うん、確かに。こちらですね、うん、あのここでリボン結びをして、うん、あの違うゴムで1本して、うん、1本にしたやつをこう刺して、あー今ねゴム入ってるよね。ゴムに刺すみたいな、ゴムにこう刺して飾りになるやつ。こんな感じかわいいのでございます。はい、かわいいですよね。これ使えたらなって思います。あんま見ないタイプだよね。だよね、うん、自分でリボン結びにするっていうのはあんま見ないかなと、うんうん、あとママがこのねパールのゴムを、はい、以前あのリミちゃん用にっていうことで、あのしほちゃんがあのダンスのリュックを買ったお店で、うん、あれも300均ですよね。300均で3個ついてるやつ買ったんですけど、まあ、リミちゃんももちろん使ってるんですけど、何気にママも使ってて。よく使ってるよねあれママ。ちょっと気に入っちゃったんで、今度ちょっとまた見つけたので買い足しました。こっちの方が便利なんですよね、ゴムを隠すのに。ママも最近なんかアップのお団子とか多くて。多いですね。はい、まとめるのが多いんで、これでね、うん、ちょっとでもこう変化をつけられたらなと思って買いました。変化つけたいんだ。はい、つけたいです。以上ですね。以上でございますね。はい、はい、ということで今回はねハニーズと300円均一で買ったものを紹介してみました。はい、ここだけ見ると、うん、300円均一の購入品紹介なんですけどね。はい、まあでもハニーズのね洋服はもうほんとシンプルだし、はい、つまんないと思うのでつまんないとはひどいな。はいはい、ということでそれではバイバーイ。うん、人の好みだからこれは。そうね、でもシンプルはいいよね。なんでも合うし、可愛いと思うの。このパーカーとかこのスカートとかね、うん、可愛いと思うんですよ。はい、OK でございます。OK ですか。